あなたなり様、ゆり子様、本日もポチッとありがとうございます。入院中の過ごし方について喋っていきたいと思います。出産したのは37週の時で、その時は普通の定期検診ということで行ったんですけど、まさかの血圧が140でも、その時も顔もパンパンで、まあ、自覚なかったんですけど、顔ももうパンパンですっごいむくみが辛くて、妊娠後期になったらすごい太るって言うじゃないですか。息吸うだけで太るとか言われてたから、まあ妊娠後期の症状かなと思ってたら高血圧症候群でやったんですよ。で、緊急帝王切開という形だったんですけど、帝王切開も含めてどういうスケジュールなのかっていうのをメモしてたので、そのメモを元に読んでいきたいと思います。まず10月27日の検診当日ですね。血圧が高いので2回測れます。1回目血圧測ったんですけど、もう1回2回測ったそうです。血液2本取り、尿検査、検診で、はい、体重測ってください、血圧測ってくださいって言って、ん？高くね？ちょっと待って、ちょっと1回尿検査、ちょっと血も取ろうって詳しく調べようっていうので、多分2回測ったんですよね。で、体重の増加が激しく危険な状態なので、今から帝王切開と言われる。その後心電図、レントゲンを取ります。で、一旦入院のベッドに行きます。で、ベッドに行って着替え、全部今私服だったので、もうそこ着替えて同意書、手術しますっていう同意書を書きます。そしてタンカーに運ばれます。5時前に手術室に入り、帝王切開がスタート、始まります。もう緊張のあまり震えが止まらない。背中に麻酔打たれて足の感覚がなくなる。まず背中に麻酔のね、下半身麻酔なんですけど注射を打たれて、その後足の感覚がなくなります。麻酔師さんが冷たいこうアイスをまず手につけます。で、冷たーってなるじゃないですか。で、その後足に持っていくんですよ。何にも感じないの？それを確認されて、今足に冷たいのやってますけど感じますかって言われて、え、感じません、はい、わかりましたって言ってから、そういう感覚のチェックが入って始まります。帝王切開スタートして、お腹がぐるぐる押される感覚、大丈夫だよとトントンしてくれたり、声かけしてくださったのがすごく嬉しかったです。頭の方に麻酔師さんがいらっしゃって、上から下はもう自分では見えない状態になっているので、この近くにいる麻酔師さんがこう大丈夫だよってこういう風にずっとしてくれてるっていう状態でしたね。赤ちゃんが出てきた瞬間は涙が出て、自分が頑張ったっていう感覚がなかったので、少し不思議な感覚になりました。でも感動した。本当に自分の子なんだと嬉しかった。そして看護師さんの一言目が、手足長い、かわいいだったのが本当に嬉しかった。自分がね、こう陣痛が来て頑張って産めっていう想像がやっぱり出産ってあったので、自分はまあ今日寝てるだけではないですけど、感覚的にはね、頑張ってるっていう、頑張って産んだっていう感じがちょっとしなかったのが不思議な感覚でしたね。で、5時ちょうどに赤ちゃんが取り出す。6時には終わり、入院の部屋に。まだ足の感覚がなくて、自分では足を伸ばしてるつもりが、足を見たら曲がっていたのがめっちゃ怖かった。パッて見たら足が曲がってて、あれはマジでゾゾゾってなった。お腹を押されて、血抜きをされて、お股に管を入れられて、おしっこがいつでもできるようにしてもらった。バルーンって言って、もうこの寝た状態からおしっこバーって流しても大丈夫なバルーンっていうのをつけてもらいました。足にはメディキュットがされて、足のポンプがつけられた。足の裏にこうつけられて、足がプシュ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 ってされている状態でした。で、授乳のやり方を勉強。自分の胸から母乳がしっかり出て、たくさん褒められたのが嬉しかった。看護師さんが優しくて、とにかく褒めてくださるんですよ。もう初めてのことで不安と、いきなり帝王切開だったから、もう心細さがすごくあったんですけど、もうなんかちょっとね、母乳が出るだけで、すごい、めちゃくちゃ出るねって言ってくださったりとか、何でも褒めてくださるのがもう涙出るぐらい嬉しかった。そして夜です。夜はとにかく辛かった。眠たいのに寝れないしんどさ、足のポンプがうざすぎて、看護師さんに眠ったらつけても、眠ったら外してもらうようにわがままを言ってしまいました。眠たいから取ってほしいっていうふうに言ったんですね、きっと。ね、最終的に睡眠導入剤を入れて睡眠。もうすっごい疲れて、めっちゃしんどくて、眠たい、寝たいのに寝れないの、痛いからなのかわかんないんだけど、それが何よりもしんどかった。眠たいのに寝れない、体も限界なのに寝れないっていうのは本当にしんどかったですね。2日
2日目、次の日が眠すぎて看護師さん来たら起きて、いなくなったら寝ての繰り返しだった。とにかく眠かった。まだ痛みとかは特になく、ほわほわした気持ち、赤ちゃんも見れず、とりあえず終わったんだという感じでした。しかしお水もご飯も飲めず、ただ上向きのままだったのが辛すぎて、眠りたいのに眠れず、特に足のポンプが一定的に動くのがうざい。とにかく足のポンプがうざいって書いてある。早く早く、とにかく早く時間が過ぎてくれ。痛みはないものの楽になりたいと思った。歯磨きしに行けずに、受け皿もらってベッドで磨いたり、タオルをホットタオルで体を拭いたりした。まず歩くことはなかったんですよ、2日目は。なので歯磨きも看護師さんこう受け皿持ってきてくれて、もうそのままベッドのまま歯磨いてベッドにみたいな感じでした。で、お風呂も全然入れないので、ホットタオルで看護師さんが背中拭いてくれたり、前は自分で拭いてっていう感じでしたね。次の日、朝食楽しみにしてたのにほぼ液体で笑った。病院のご飯、ここは美味しいってご飯で決める方とかもいらっしゃるぐらい、やっぱ病院のご飯って楽しみにされてる方多いと思うんですけど、帝王切開の方、最初ほぼ液体です。笑った。でも実際食欲もなく、結果オーライ。ぶどうジュースが美味しかった気分。どうもまだ血圧が高いらしくて、左手に点滴がつながれ、右には心電図がつながれ、食べづらいっちゃありゃしない。こっちつながれて、こっちもなんか指のさ、血圧の機械測られて、全然どうやって食べんのみたいな状態でした。時々看護師さんが来て、血抜きとおしっこの管のチェックとか血圧チェックをしていただき、体温を測っていただいたりしました。血栓の注射を、ね、お腹に打つんですよ。お腹に打って、この溜まってるチョコを揉み出して血を出させてっていう作業があるんだけど、そのお腹に注射が地味に痛くて、注射皆さん打ったことあるじゃないですか。この注射よりも全然痛いんですよ。私この注射平気、結構平気で見れるぐらいなんですけど、なんか柔らかいお腹に注射されるって地味に痛くて、それが嫌でした。夜には足のポンプとメディキュットが外れたのが最高に嬉しかった。でもおしっこの管を抜かれて、もう自分でトイレに行かないといけないの？とめっちゃ焦った。そうなの、2日目の夜でおしっこの管外されるの。はい、どうぞ、もうトイレご自由にってなるのよ。待て待て待て、まだ自分でトイレに行けないよ。嘘でしょ、ここで私のこと見放すみたいな。そう、そういう感じでした。まだ動きたくないよ、痛いのに、と思った。わらわら。お昼は少し液体からレベルアップ。食べた後胸が苦しく、お腹も若干痛い。そうなの、なんかご飯食べれて嬉しいのに、なんだろうね、気持ちがいっぱいなのかわかんないけど、なんか食べた後すっごい胸が苦しくなっちゃって、まあ、血圧が高いせいもあるのかちょっと原因わかんないんですけど、なんか食べたら苦しくなっちゃうっていうね、時がありました。その後も動くとお腹が痛すぎて身動き取れないが、赤ちゃんに会うために車椅子で移動。車椅子で移動するんだけど、その最中もさ、ガタガタ揺れるじゃん。それだけでも痛いの。痛くて、痛いのに赤ちゃんを抱っこするんだけど、抱っこも痛くて、小さい赤ちゃんと対面して抱っこできたものの、それよりお腹が痛すぎて辛かったけど、本当に可愛くてたまらなかった。でも腹痛が、可愛い、痛い、可愛い、痛い、感動、とにかく痛すぎる。3時頃、母が来てくれて、再度赤ちゃんのところへ行きました。おばあちゃんは鏡越しでしか見れずでしたが、私は中で赤ちゃんにミルクをあげたりして、母も嬉しそうでほっこり。私は NICU の中に入って抱っこしてて、母は外でこう鏡越しで見るっていう感じでした。なんかでもその時に初めて、おばあちゃんになったじゃないですか。で、私も娘で赤ちゃんができて初孫なんですけど、すごくなんか、ああ、この経験自分もできたんだ。当たり前じゃないですけど、世の中ではさ、もうおばあちゃんいて、ね、お母さんいて子供がいてって3人でさ、いる姿なんかよく見かけるけど、それに自分が慣れたっていう感覚がすごい嬉しかったです。余裕はなかった。夜ご飯は若干固体になりつつあるけど、食欲はほぼなくて残してしまった。申し訳ない気持ち。とにかく看護師さんが全員優しくて、すごく安心できた。夜は全く眠れず、ゲームしていたら血圧が上がって怒られた。しかし全然眠ることができず大変でした。そんなに水分を取ってないのにトイレに何度も行き、900ml 以上出たりしてびっくりしました。水分量をチェックされてて、お水を飲んだり出したりでしたら、こう何 ml って
書くんですよ。あのおしっこする時もこういうめっちゃでっかいあのベンティーサイズのカップみたいなのがあって、こう一応おしっこの量を測って捨てるっていうのがあって記入するんですけど、 900ml のおしっこ出るってやばくないですか？単純にやばくないですか？マジびっくり。2日目の夜は寝返りなんてまだ無理。睡眠導入剤を入れなかったの後悔。なんか睡眠導入剤入れますかとか、座薬入れますかって聞いてくださるんですけど、なんか知らんけど大丈夫ですって言っちゃったんだね。見え張ったのか知らないけど、でも睡眠導入剤2日目入れてなくて、あのバッキバキで目。もう皆さん入院中は本当に甘えた方がいいです。マジで本当に甘えた方がいい。3日目、看護師さんが来て安定に、血圧、体温、血抜きをしてくださり、これはもうルーティンでした。血圧測る、あのお腹に注射打つ、お腹揉むっていうのはもうルーティンでした。朝ごはんの後か前か忘れたけど、ついに点滴が抜かれました。点滴から錠剤になり、ロキソニンと血圧を下げる薬と胃酸の薬もらいました。めっちゃ薬。まだまだお腹は痛くて自由に歩くのは無理。まだ血圧が安定しないので赤ちゃんとの同室は難しいっていうことで、この日は父が面会に来てくれて、赤ちゃんがお部屋に来てくれました。その後におむつ替えと授乳の仕方を学び、旦那氏も来て楽しい時間を過ごしました。その後はまだ腹痛はあるものの、徐々にマシにはなりつつある。夜には寝返りを打つことができた。これ寝返りが打つことができたのがすごい嬉しいのよ。マジで赤ちゃん気分寝返り打ってこんなに嬉しいってことあるんだ世の中でって感じ。まだ寝ることができず、睡眠導入剤を入れて出ました。3日目睡眠導入剤入れずに大後悔したので、4日目は甘えて睡眠導入剤を入れました。マジで入れた方がいい、みんな。4日目、点滴がないせいかすっきり起きれた。4日目がマジで覚えてる。はぁ、何この目覚めってなったんだよね、ちょっと。9時20分、シーツ交換をしていただきました。9時43分、お腹の注射とポンプで血圧安定のね、ルーティン。血圧はまだ高くて違う薬を投与するらしい。お腹の注射はお腹の痛みを軽減するためではなく、流れを良くするためだった。お腹の注射というのは血栓注射っていうやつです。11時3分、おむつ交換、おっぱいの直接の上げ方を、直接上げる方法を教えてもらいました。でもすごいメモしてある真面目でしょ私。3時39分、リハビリのお姉さんが来た。インナーマッスルの練習と外側の筋肉の筋トレ。リハビリ師さんがお部屋に来てくれて、その時ね、座骨神経痛があったので、そういうのをお話し相談していただいたりとかしました。髪の毛がボンバーになり、さすがにシャワーしたくなった。鼻を噛むのがお腹を使って痛い。もうね、お腹が痛すぎたので、くしゃみすること、鼻を噛むこと、笑うこと、咳、これはもう地獄です。花粉症になったらやばいよみんな。そしてこの4日目の夜に初めてのシャワーが行けたんですよ。あの椅子を用意してくださって、普段温泉とかであのおばあちゃんとかが座る用の椅子とかあるじゃないですか、あれに座ったんですけど、あの椅子本当に神です。頭を洗って超スッキリって言って、11時に沐浴の練習、沐浴のね DVD をあのいただいたので、その勉強をしました。次の日の朝、おっぱいが痛くて起きる。急におっぱいがもうカッガチガチのこっちこちになって、人生であんなにガチガチになることもうない。本当にびっくりしたんだよ。7時半、血圧の検査、尿検査。うちの家族が赤ちゃんに会いに来てくれて嬉しい。こういうのって大人になった時結構救われたりするんだよな。あのやっぱりこう赤ちゃんが生まれたことでよって抱っこしたりとかして、わあかわいいね、生まれてきてくれたんだねって、あのやっぱビデオに残したり直接言ってくれたりすると、でそれがやっぱり大きくなって励みになるんじゃないかなと、私はすごい励みになった記憶があるので、うん、なるんじゃないかなと思うと、あの嬉しいなという気持ちがあります。8時、お腹ペコペコだったから嬉しい。赤ちゃんの横断値が高いので治療が必要と言われた。ご飯中に涙が溢れてくる。頑張ったな自分って涙が止まらなくなる。1時、先生と子宮のチェック、オーロがまだ出てる可能性があり。2時59分、薬剤師さんとの薬の話。これからの薬ね、あの私は血圧が高いので血圧の話とロキソニンの量とか、お腹でまだ全然痛いから、その痛み止めの薬とか話をしました。まだ尿タンパク2出てた。正常ではないけど良くはなってきている。この日の夜、緊張が解けたのか涙が溢れて止まらなかった。妊娠中の不安な気持ち、入院中の不安な気持ちが一気にブワーって襲ってきたり、安心や自分よく頑張ったねって感情にとても近い感じで、これからが不安とかそういう負の感情ではない。
5日目の朝、9時半、沐浴指導。マニュアルと全然違うやん。でね、実際赤ちゃんを入れて勉強になったんですけど、もう腰がしんどすぎて、まあ、帝王切開だからなのか、座骨神経痛だからわかんないんですけど、とにかくこの体勢がしんどすぎたのが記憶にあります。10時半授乳、おっぱいで寝ちゃう、肌着とおくるみ持ってくるってことでね、メモはこの辺で終わってるんですけど、まあ、ざっくりと入院中の、お話をさせていただきましたね。こんな感じで、もう妊娠中はね、いろんな感情が湧いてきましたね。まあ、なので、まあ、ざっくり3日目ぐらいまではとりあえず生存するのが大変っていうか、生きるのが大変普通の生活を、普通に生きることに必死でした。で、3日目の夜とか4日目ぐらいから、いろいろ感情が追いついてくるんです。ああ、自分赤ちゃん産んだんだみたいな、ちょっと落ち着いてきて、気持ちがねついてくるっていう感じでした。という感じで、皆様本日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。皆さんのちょっと思い出していただいて、コメントとか皆様ね、どうだったのか気になるので、ぜひコメントしてくださると嬉しいです。ちゃんと見てます。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまたね。落ち着いたの。Ha ha ha!